バドワイザー。本日4月7日はですね、アメリカではナショナルビアデイということなので、まあ誰もが、まあ、知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい、まあ、知名度の高い、まあ、アメリカのビールといえばバドワイザーかなと思って、今日はバドワイザーを飲んでいきたいと思います。こちらのビールはですね、セントルイス・ミズーリ州で作られているビールで、タイプとしてはアメリカンスタイルのペールラガーになります。アルコール度数が 5% です。色は薄い黄色、香りの方は、香りは至って特徴のある香りはいたしません。で、泡の方はまあまあとてもきめ細やくていい泡をしております。ハッピーナショナルビアデイ、乾杯。うん、水です。いやー、やっぱ、うん、薄いっすよね。かなり薄いビールだと思います。ほんの少しその後味に苦味があるかなっていうぐらいで、あとモルトの味もほとんどしませんし、まあ米が確かね 30% ぐらい使われてるビールだったと思うんですけど、定かではないんですけど、まあね、日本のビール、アサヒ、札幌、キリンとかも全てね、あの米が使われているんですけど、日本のビールとかと比べてもね、かなり薄いんですよね。で、彼らのこのスローガンがキングオブビアーズなんですけど、どこがキングやねんって、まあそのなんていうんですか、認知度で言えば、味は僕はキングではないと思うんですけど、まあ認知度とか、まあ誰もが知ってるとかいうところでは、まあもちろんキングオブビアなのかなというふうには僕は思います。ナショナルビアデーということで、まあ少しちょっとこう、うんちくを垂れたいと思います。世界でですね、最も飲まれているアルコール飲料は、ビールです。第1位です。で、アルコール以外全てのものを含む、世界で最も飲まれているものは、第1位が水で、第2位が、お茶で、第3位がなんとビールです。そうですね、こちらのビールは、まあ、どこでも手に入ると思いますが、まあ、このバドワイザーに関してはね、飲まなくていいかなっていうようなビールです。うん、おすすめはしません。それではまた。